衝撃いきます。オラよと。あ、ワンダウン、ワンダウン。いただきました、ワンダウン。じゃあ、ここで、島津の愛の一撃。あ、一人泥塗ってますね。あれが泥塗ってるってことなんですよ。あ、あれだ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 。ちょっと、いけいけ。食らえ、近距離スマートディスク。はい、こんばんは、島津です。本日もね、プレデターやっていきたいんですけど、今回もですね、プレデター側の初心者向けのパーク構成の紹介になります。前回はですね、プラズマキャノン特化の、パーク構成の紹介になったんですけど、今回は、索敵重視の、パーク構成の紹介になります。それで、どういったね、パーク構成かというと、こちらの3つになります。霊感、観察力、パルクールマスター。この3つですね。まず、霊感なんですけどね。ビジョンモード中、サーマルモード中ですね。その時、周りの物音が探知しやすくなると。強調されて表示されやすくなるといった、パークになります。プレデターって、サーマルモード中ね、ファイヤーチームとか、またゲリラとかの一定の距離まで近づくと、そこで銃声がした場合って、音が鳴ってますよっていうね、なんか、なんて言えばいいかな、波紋ですかね、波紋みたいな感じで、強調表示されるんですよ。そっち方面で音が鳴ってるよって。何か大きな音が。その波紋をですね、通常の距離よりか離れてても、確認しやすく、なるっていうのがこちらの霊感になります。なので、銃声とか大きな音がすればね、敵が、どこら辺にいるかっていうのが、早く察知することができるんですね。はい。で、次。これがね、結構ありがたい能力。観察力。ドローン塗ったね、ファイヤーチームの足跡がね、サーマルビジョンで見えるようになるっていうね、優れたパークになってます。ナイトビジョンモードでですね、ファイヤーチームがね、歩いたり移動した時の、足跡っていうのが、くっきり見えるんですよ。一定時間。なんですけど、ファイヤーチームがね、泥を塗ってカモフラージュした場合ですね、当然のことながら、ファイヤーチームのね、人間側の姿も、サーマルビジョンにはほとんど映らないし、それに加えてね、移動した時の足跡もね、見えなくなるんですよ。なので、サーマルビジョンでのね、索敵がかなり困難になるんですね。まあね、そんなね、泥を塗って索敵が困難なサバイバーなんですけど、ね、この観察力さえあれば、泥を塗っていても、足跡だけははっきりと見えるようになるんですよ。なので、ね、泥を塗ってどっち側に移動したとか、まあね、足跡がね、見えるようになるんで、大体の方角っていうのがね、わかるようになるんですね。もうね、今だとね、みんな立ち回りを理解してきてて、まあ、泥を塗るのがね、当たり前の、行動の一つになってきてるんで、索敵でもね、なかなか見つけられない時とかがあるんですよね。まあ、なんですけど、これさえあればね、索敵の、効率が上がるといった、ものになってます。で、最後がですね、このパルクールマスターですね。こちらですね、木の上での移動速度が上がるといった、パークになってます。実際のところね、索敵パークはね、重要なのは、霊感と観察力だけなんですよ。で、あと一枠空いてたんで、なんかいいのないかなって探してたら、まあ、こちらがいいんじゃないかなって思って、今回つけてきてます。まあ、プレデターで、ね、木の上を伝ってね、サバイバーを追跡したりするんで、霊感とかね、観察力で、サバイバーを察知したら素早くね、まあ、木の上を伝って、サバイバーを追えるようにするために、今回、パルクールマスターつけてきてます。まあね、こちらのね、パルクールマスターの枠についてはですね、まあ、お好みって感じです。自分に相性がいいパークつけていく感じでいいと思います。はい。それじゃあね、このパーク構成でね、狩りに出かけたいと思います。はい。それではね、装備はこんな感じで来ております。今回はですね、ロマン武器のスマートディスクを持ってきてみました。
こちら紹介してないんですけどね、まだ動画とかでは。もうロマン武器です。難しい。なんで、これでね、枯れればすごく嬉しいんですけどね。はい、それでは行きましょう。工場マップですね。はい。あと見てください。スキン買ったんですよ。ドクロマークのペイントがね、マスクにつけられるようになりました。これかっこよくないですか？めっちゃ個人的には、好みなんですよ。とりあえずね、走り回っときましょう。走り回って、そろそろアイソレーションがね 使えると思うんで。さあ、使って。よかったよかった。ちなみにね、アイソレーションもですね、泥塗られてたらね、反応しないんですよ。なんで、ね、泥を塗られる前に、アイソレーションをね、使う必要があるんですよね。全員泥を塗られた後、アイソレーション使ったら、どこにいるかわかんないんで、プレデター側としてはね、すごいタイムロスになるんですよ。はい。まあ、今回はね、映ったから良かったんですけど、おそらくね、この付近にいるはず。こっち方面だということは、聞こえてきますね。はあはあ言うのって、あれなんですよ。サバイバーの特徴なんですよね。どこいる？おった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 。じゃあまず、衝撃いきます。おらよと。あ、ワンダウンワンダウンいただきました、ワンダウン。じゃあここで、島津の愛の一撃。はい、まず一人ダウンですね。一人ダウン。ちょっと待って、索敵能力使ってないぞ。あれサバイバーか。あれサバイバーだね。じゃあ奇襲かけようか。うらよくらえ。よいしょ。ツーダウン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 いただきました。さあ、はーい。2人死亡です。ちょっと待って、これ索敵パーク使うか？なんかもう使わなそうな勢いなんだけど。大丈夫？中いるね、中いるね。今みたいな感じでね、走ったりした時の足跡が波紋で強調されるんですよ。今多分一人中にいる、最低。どっかね、あ、いた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 。危ない。ちょっと逃げましょうか。この距離での射撃はね、まずいんで。まあ、でも、二人いるか？二人もいるかもね、中に。じゃあ、ロマン武器、ちょっと使ってみます。はい。ヒュイーン、当たってくれ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 。バカ、逃げるな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 って、逃げるなって。おーい。はい。これがロマン武器、スマートディスクです。飛行距離がね、短いんですよ、スマートディスク。だから、あんな感じで逃げられると、もう詰むんだよね。あ、見てください。これがね、足跡ですね。こんな感じでくっきりとね、見えるんですよ。はーい。ずっぽし。いただきました。ゾーン呼ばれたね。ちょっと待って、どこだ？どこ？あそこだ、あそこだ、あそこだ。ちょっと一人やっときたい。一人やっときたいけど。これダメかな？ゾーンも来ちゃうかな？ゾーン来たね。ちょっとむやみに近づくのはやめときましょう。増援来られたってことで、今、ね、複数人で固まってるんで、じゃあ、ね、島津さんのお決まりの戦法、頭上からの、プラズマキャノン。くれくれ！はい、へっしょ、一人。上からだとね、ヘッドショットを狙いやすいですからね。はい、いただき、残念、復活した、ね、早々死にましたね。あ、一人泥塗ってますね。わかりますかね？なんか人型みたいな薄い輪郭が動いてたの。あれが泥塗ってるってことなんですよ。あんな感じでね、ほとんどサーマルビジョンには映らないんで、探すのって困難なんですよね。で、まあまあまあ、まあちょっとね、立地的にはこっちが上だから、がっつりといただきましょうか。ツーダウンですね。ツーダウンなんですけど、ちょっとね、オーバーロード起こしちゃったから、ここで、ロマン武器スマートディスク。あれ、どこ行った？ちょっと、当たるか？かわされた！あー、木材に刺さってしまった。回収しに行かないといけないからね。
いやー、惜しかったね。今惜しかったね。ニアミスだったよ。当たればね、大ダメージなんですよね、スマートディスク。くっそ。これさ、飛行距離、いや、ごめんね。飛行距離、うん、伸ばした方がいいよ。うん、修正ね、お願いしたいですね。じゃないと、もういつまで経ってもロマン武器ですよ、スマートディスク。うん、かっこいいのにね。こんな感じで、投げて、飛んでる姿。一回降りて、まあまあ、ここずっぽし行っときましょうか。ずっぽし。はい。ということで、どんどん経験値貯めていきますよ。そして、また、マウント取ると。一人かな。前方に一人。多分、もう一人か二人はこの下にいるはず。建物の。ちょっと下に入られちゃいましたね。まあまあまあ、ここはね、コンクラベですよ。うん。向こうには制限時間っていうのがあるからね。あ、一人、外出てたね。いけるか。ナイスショット、ナイスショット、来た来た来た。二人目もね、飛び出してきたね。あれは、無理だな、無理だな、無理だ。やめとこう。ん？あ、木材の裏に隠れたね。当てられるかもしれない。木材の裏だったら、当てられる。ちょっと、スマートディスク回収して、ほら、あそこだ。やっぱ裏に隠れてた。角度変えてね。照射、はい、一発入る。一回逃げる。位置バレしてるんで。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。二人。二人はまだこの付近にいるね。で、一人反応がないんで、泥塗ってますね。いた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 。ちなみに今前方のね、青白いサバイバーなんですけど、あれはね、泥がね、落ちかけてる状態ですね。なので、もう少しね、時間が経てば、くっきりと、体温が、表面に出てきて、見えやすくなりますね。それか、体温を下げるパークをつけてきてるか、どっちかだと思います。今下通ってる人は、泥がもう完全に、取れてる人ですね。じゃあ、ロマン武器。いけるか。あ、行くだって行くだってエネルギー飛行距離が足りないの。あ、地面に刺さっちゃいました。あ、泥塗ってる。じゃあ、フルチャージショットはい、ワンダウンいただき。ね。もう泥塗ってる時は動けませんからね。はい。もう格好の餌食になりますよ、プレデターの。はい、残り二人ですね、これで。結構ね、サバイバー、倒してますね。経験値はかなり美味しいはず。4人かな？今のところ4人倒したってことになってるよね。じゃあちょっと建物の上を、渡って。なんか、霊感つけてるおかげなんでしょうね。いつもよりかね、音の波紋がはっきり見えます。どこ行った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 どこ？あ、あれだ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 。ちょっと、いけいけ食らえ近距離スマートディスク！は？は？嘘やろ！今その鉄の柱、かわしてたやん。絶対当たんないところ。お、今、モブ切った、モブ切った。やめろ、こっち戻ってこい、戻ってこい。エネルギーが足りない、エネルギーが足りない。モブは切れたけどね。モブは切れたけど、サバイバー切れんかったわ。回収。どこ行った？あれ？これもしかして、ミッション、進んだ？は？嘘？え？ファイアチーム2回呼べるの？てっきり1回だけかと思ってたんだけど、1回きり？え？どういった条件でファイアチーム呼べんのかな？ 2 回ファイアチーム呼ばれたの初めてだよ。なんですかね？パークとかで2回呼べるって。
ていうパークとかが存在するんですかね。ああ、ちょっと謎だな、2回呼べるのは。うん。ていうか、フリーになっちゃった、これでまた。また、なんつうのかな。うん、ギアとか全部回復してね。2人復活して4人体制になってるんで。まあ、でもやることは一緒です。有意な地点を、確保して、また潰していくだけです。ちょっとロマン武器がね、使えなくなるね。うん、ちょっともうこっからプラズマキャノンをメインでやっていくのがいいかな。ちょっとまずいな。当たんない。当たった。当たった。いいよ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 。はい、当たった。オッケー！ダウン。じゃあ、また一人潰させていただく。もう潰す。もう潰す。もう潰す。あー、くそ！邪魔入った。いや、もうこれちょっと無理だね。セカンドウィンドウには持っていきたくない。まあ、ここはちょっと回復。今の人多分助けられたと思うけど。もう仕方ないね。うん。体勢整えて、まだチャンス伺いましょう。よかったよかった。後ろガラ空きだからね。バレなくてよかった。アイソレーションだとあっちか。うん。どうやらあそこのね、うん。基地の？あれ？死んだ？あ、死んでる。やった。よかった。ずっぽし。助けが間に合わなかったみたいですね。うん。まあ、一発、プラズマキャノンでダメージも与えてたし。で、ここの道をまだ済ましてないね。うん。よかったよかった。まだこっちに戻ってきてた。さあ、どう攻めましょうか。うん。あと3人いると思うんで。ゲリラが慌ただしいってことは、おそらく、来てるんじゃないの？どう？ちょっと、どうしようかな。下の骨いただこうかな。いないね。兵士いないね。サバイバー。あ、全員モブだと思う。じゃあ、ずっぽしして。はい、じゃあね。あれ、ここのミッション終わってるか？それとも、どっかに潜んでるか？どっちだ？あ、女の人の声聞こえんね。ということは、サバイバーいるわ、近くに。警報鳴った。サバイバー、いたっぽいな。どこだ？どこ？あっちか？あ、あっちだ、あっちだ。足跡見えてる、足跡見えてる。オッケーオッケーオッケー。足跡見えてる。こっちに行ってる、こっちに行ってる、こっちに行ってる。うん。どこだ？ミッション終わってそうだね。ああ、足跡見えてますよ。足跡見えてますよ。あっちに続いてる、あっちに。これヘリ呼ぶな、ヘリ呼ぶな。ミッション終わってるわ。うん。ちょっと急いで、行った方がいい。うん。モブがね、あっちに向かってたのもあるけどね。ありがたいことに、うん、足跡もしっかり見えてたからね。よかった。これ、ヘリ呼ぶね、ヘリ呼ぶね。だって先回りできっかな。どうだ、あれだよね、あれ兵士だよね、兵士じゃない、サバイバーだよね。サバイバーだ、サバイバーだ。オッケー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 。スマートディスク頼む。バカ野郎、モブ邪魔だよ。サバイバーに当てたかったんだよ。そう、どこだ、いるいるいる、中いる、声聞こえる、これモブ、これモブ。音聞こえたね。どこいる、あれ、あ、ゲリラにやられちゃったみたいですね。ゲリラに囲まれてる。かわいそうだから、助けるよ。助けたよ。ゲリラからは助けたよ。お礼としてお命頂戴いたします。はい、ということでね、最後は、ゲリラ、ね、モブにやられたところでね、うん、しまいになってました。はい、いかがだったでしょうか。ですね、索敵特化のパーク、
でしてきたんですけど、ちょっとね、観察力についてね、いまいち実感できてなかったんじゃないかなと、自分でも思ったので、ちょっとね、別で、しっかりとその観察力の力が発揮できてるっていうところの動画を撮ったので、ちょっとそちら、ご覧ください。はい。これ下見てもらうとね、ほら、今サバイバー、泥棒をかぶったね、サバイバーがいると思うんですけど、その人の後ろ見てください。足跡がね、くっきりとし、ね、残ってますよね。これが観察力のね、力になります。で、今ね、追跡してるんですけど、サーモグラフィーに変えるとね、足跡はありますよね。で、前方を見るとね、泥をかぶったサバイバーが走っていってます。こんな感じで、泥をね、かぶってるサバイバーがいても、どっちに移動したかっていうのがね、丸分かりでしたね。はい。以上がですね、観察力のね、能力になります。はい。ということで、本日はですね、索敵特化のね、パーク構成の紹介をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか？かなりね、観察力は使えると思います。個人的には。なのでね、よくね、サバイバーを見失ってしまう。ね、索敵が苦手な方。そういった方はね、ぜひとも観察力、またね、霊感を身につけて、索敵強化してみてはいかがでしょうか。はい、それでは本日はこれにて終了とさせていただきます。そしてね、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけるとね、こんな感じで、動画制作意欲を保つことができて、動画投稿をね、し続けられるので、よろしかったらね、皆さん、そこら辺お手伝いしていただければすごくありがたいです。よろしくお願いします。はい。それでは、鹿児島から島津がプレデターをお送りさせていただきました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。